同時に世界でも有数の大富豪、伝承院財閥の跡取り息子でもあって、要素が多すぎて端的に説明しきれない。5分ちょうだい、まとめるから。俺にもっとちゃんとプレゼンさせて。っていうか、この人は近頃テレビとかにもどんどん露出して一気に全世界的な有名人になってるはずなのに、むしろなんでヒロ君は知らないの？うむ、無知なのは自覚しているし、それを恥じてもいるよ。田舎には情報が届くのが遅いんだ。というのは言い訳にもならないかな。どうも早くも仲良くなってるみたいだね。結構結構、結束は力。人類が群れで生きる動物である以上、いつの時代も数こそが最大の暴力だ。少年漫画のように何でもかんでも友情パワーで解決はできないけどね。ええ、我らが主も友愛の尊さを説いておられます。いや、風早くんとは初めましてじゃないね。君が復帰してきてくれて嬉しいよ。もう体調は大丈夫なのかい？ええ、ご無沙汰しておりますな、英知さん。俺の場合、病気ではなく怪我で入院していたので、体調はずっと良好ですよ。風早先輩、あの天正院英知ともお知り合いなんですね。すっごい、さすが。たまたま同じところに入院していたことがあるだけだよ。僕は生まれつき病弱でね。ただ巡り合わせが悪くて、アイドルとして一緒に活動したことだからこそ、ささやかれている風早辰巳の伝説的な業績も、黎明学園における革命の物語も、どこまで実話だかはわからない。一目見てただものではないと感じたけどね。いえいえ、どうもあれこれと誇張されて噂されているようですが、話半分に聞いてほしいものですな。俺はご覧の通りの素朴な人間です。それよりも申し訳ないんですが、空いている席に座ってもよいでしょうか？情けない話ですが、未だ病み上がりなので、己を気遣いたいのです。ずっと立っているとどうも足がうずいてしまって。気遣いができなくてすみません。どうぞどうぞ、風早先輩、椅子を引きますので、どうぞ腰掛けて。わっ、にゃー、こけた。大丈夫か、アイラ。落ち着くといいよ。どうしたんだ、さっきから挙動不審だけど。むしろなんでヒロ君はそんなに落ち着いてるの？黎明学園と夢の先学院の革命児の揃い踏みだよ。ファン推薦の構図なのに。
歌う。指折り数えてあともう少し、ハートがチクタク10接近、ショーウィンドウで最終チェック、今日は待ちわびた初デート、あ試練を乗り越えます。のプランへ、やっぱいつも通りプラン B、 絶対くないんだ、君の笑顔を独り占めできる日、どんな顔見ておはようって、あれこれ重ねたシミュレーションだけど、リクルーティング会えば途端にハートをパーバクパクパンオンよ、準備してきた話題も全部片言虚しく混乱、数えて今日が本番、ハートがキュンキュンキュン、接近準備してきた、どの話題より弾んだ会話が証明、皆さんのためにどうだか、また誘ってもいいかな、ショーウィンドウに映った距離が朝より近づけた気がして、輝いてみせる、やったね、お疲れ様でした。次はもう少し頑張りたいと思います。